コマンドポストよりアルゴス1、ローウェル軍曹の所在は依然不明です。いいや、ヴィンセントがどうしたの？ずっと気にしてるみたいだけど、まさか今日の成績をあいつのせいにするつもりじゃないだろうね。いくらなんでもそれはひどいよ。アルゴス3、ステータス提示チェック、異常なし。後でゆっくり探せばいいじゃねえか。お前もさっさとチェック始めろよ。アルゴス2、ステータス提示チェック、異常なし。アルゴス4。あら？先輩、これ。無断侵入？訓練区域内に？なになに？あ、どうした？ずいぶん慌ててるな。わからない。なんだろう。でも、まだテストは。こちらアルゴス4。コマンドポストとの通信途絶。広域データリンクも死んだわ。リンクしているのは私たちだけ。機体の異常じゃないわね。こちらアルゴス3。こっちでも同様だ。おいおい、コマンドポスト全滅。なんてシチュエーションだったか？いや、聞いてないけど。この反応は、戦術機？でも、一機って。スカーレットツインが、お前とケリでもつけに来たんじゃねえのか？残念だけど、それはなさそうだよ。機体の所属も不明。こっちのライブラリーには該当データ、なしだ。じゃあ、俺は何者だよ。備えろって言って、こっちの装備は全部ジャイブスよ。実弾も入ってなけりゃ、担当だってネギ刀だっての。応答なし。こいつはシャレになんねえ状況だな。まさかと思いたいが。アルゴス1、そっちのライブラリにデータがあったわ。念のために覗いてみたら、あなたの期待にだけね。来たぞ。インペリアルロイヤルガードタイプゼロ。高村つい全身黄色？逆光のせいじゃないよな。これまた随分派手だな。帝国古城、竹見和地。まるで工芸品のような独特のフォルムね。おいおい、言ってる場合じゃないぞ。あの帳と、実戦用だぜ。やり合う気だよ。こっちの兵装がダミーだってことは、よーくご存知だろうによ。でもその代わり、全員まとめて相手してくれるみたいよ。随分と甘く見られたものだ。一体何がしたいんだ？何がも何も、喧嘩売ってんだろ？あたしらが気に入らないのさ。注意なら、通信回線を操作できるかもしれねえな。だけど、こんなことして一番困るのは彼女なのに、どうして？知るかよ！ぶっ倒して聞けばいいだろ。
喧嘩買った。先に抜いたのはあっちだよ。模擬専用だってさ、当たればただじゃ済まないんだよ。当たんなきゃ意味ない。ロイヤルガードだかエリートだか知らないけどさ、やってやんよお姫様。もらった。なかなかやるじゃねえか。けどなに、大出力の加速を高手に取られたのよ。見事なタイミングだわ。あれじゃあっけなく空を仰がされて当然。なあ、ちくしょう。寝ぼけんなアルゴスワン、あっちはやる気。この足をどけろ。待ちなさい、リンジ。面白え、なめんな。何？やりすぎよ高村中尉。あんた正気かよ。
機体をうまく扱うのに最も重要なことは機体を信頼することだ。人馬一体という言葉がある。帝国軍の英士は誰もが自然にそれを実践している。貴様もそうあってほしいものだ。空中起動中、頭部モジュールの向きを意図的に変えてやれば、より重くて大きなジャンプユニットを動かすよりはるかに小さい電力消費で姿勢制御できるというわけさ。機体をお前に合わせてチューニングすることは簡単だ。だけどな、俺の仕事は日本機本来の特性を維持したままお前と94セカンドの意思疎通をうまく活かせるための補助をすること。だから一方的にアメリカ軍式のやり方を押し通したって、日本機の特性に合わせなければ操作が反映されたりされなかったりする。そこは英士が汲み取って動かしてやらなきゃな。94セカンドはアメリカと日本のハイブリッド、言っちまえばいいとこ取りを求められてる。どちらかだけの方法論をご了承すれば期待は応えない場合もあるだろう。そこはメインテストパイロットであるお前の仕事だ。双方の要求を汲み取って調整した上で機体に伝えてやらなきゃな。コマンドポストより招待各機、状況終了。全機ハンガーまで交代せよ。隊長！コマンドポストよりホワイトハング1。目的は達成したか？やり方が気に入らない！絶対認めない！もういいじゃねえか。少しは落ち着けって。バカじゃねえの？あんなふざけた真似されて落ち着いてられるかよ！まあ確かに、あれは普通じゃねえよな。何他人事みたいに言ってんだよ！お前悔しくないのか！仕方ねえだろう。乾杯しちまったんだからよ。まあ、うるさい！あなたたち、まだそんな格好で。デブリーフィングに遅れるわよ。おい、ステラ！何かわかったか？どうせニーラムたちに探り入れてきたんだろ？もう、人聞き悪いわね。でもま、今日の一件を動かしたのは、高村中尉で間違いないと思うわ。やっぱりか。あの、性悪女！コマンドポストとの通信途絶。データリンク遮断、乾燥された実戦棟にタイプゼロ、そのすべてをコントロールできる立場にいるのは彼女だけよ。しっかり探ってんじゃねえか。で、その心は？さあ、そこまではね。でもあれほどのリスクを犯すんだもの、十分それに見合うものなんでしょうけど。まあな、あのお堅いお姫さんがあそこまでやったんだ。そりゃ相当なものなんだろうよ。違うね、絶対うさばらしだよ。うさばらし！しかしやるじゃねえか、ゆうや。まともに動かせもしない機体であの女の超党を弾き飛ばすなんてよ。おい待て待て、俺褒めたんだぞ。なのにお前
なんだその気絶ってのはよ。まさか新しいあだ名じゃねえだろうな。ふん、ゆうやの94セカンドに負けるぐらいだ。結局大したことなかったんだよ、あの女はさ。うるさいうるさいうるさい、シュラスコ？それって串刺しってことだろ？お前にぴったりだぜ。また勝手に変な名前つけるな。おーい、あら、行方不明のローウェル軍曹じゃない。なあおい、タイプゼロとやり合ったってのは本当か？ああ、まあな。ところでお前さん、どこに消えてたんだ？ゆうやがずっと気にしてたんだぜ。いや、タイプゼロ付きの整備連中とつい話し込んじまってな。堅苦しいイメージがあったんだけど、これが思ったより話せる奴らでさ。タイプゼロ？じゃあお前は？そうそう。例の開かずのハンガーが開いてたもんでな。しかも話してる最中に出撃しやがったんでびっくりしたぜ。行き先もわからないし、仕方なくコマンドポストに向かったら、なぜか立ち入れなくなっててさ。くそ！俺も見たかったよ。94セカンドとタイプゼロの近接戦。ふーん。だってよ、ゆうや。なんだ？散々気にしてたくせに、あんたのことすっげー探してたんだよ。ああ、ほっといてやってくれ。あいつ、ああいう時は何も聞こえてないからさ。この野郎、ふざけんな！私にできるのはここまでだ。教えてあげたんだね。え？子供？どうしてこんなところに？どうしたのかな？ここはね、家族の人でも立ち入りはできないのよ。危険な場所なの。ゆうやと同じ。え？ゆうやと同じだね。お。うん、やっぱり同じ。それにクリスカと同じ感じもする。クリスカ？クリスカはとっても優しいの。そう、あなたも優しいね。え、教えてあげたんだね。バイバイ、またね。あ、